はい、松谷さん、はい、来ました。ここはどこですか？はい、ついにやってきました。ついに、はい、今見ていただいているのが函館さんですね。函館さん、はい、ということは、はい、北海道は函館市についにやってきましたよ。いやー、長かったですね。長かった。ね、京都まで車で8時間で、そっから、船で22時間で小樽までやってきて、でそこでちょっとだけ泊まって一泊して、で小樽から函館まで、お、お、竿が、竿が、というと、はい、この方がやってまいりました。あらこんなところにこんなところに日本人やったよ。おお、早速、サバが釣れてます。はい、ということで今回も池永さんとやってきました。ということで池永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はね、あのお店さんのイベントもありますので、まあ、ちょっとその模様をね、あの一緒にねしていけたらなと、紹介していけたらなと思いますんで、今回の船長法院函館編、函館どうぞお楽しみに始まります。ということで池永さん、はい、あのここね函館の、まあ、港なんですけど、うん、あ、ちょっと試し釣りというか釣ってもらってるんですけど、サバが釣れてます。サバ釣れてるよね、ちっちゃいけどね、はい、うん、中にはね35から40ぐらいの混じるんだって、はい、朝とか夕方とかは、はいはい、今は真っ昼間だから、うん、ちっちゃい、ちっちゃいですね。でも楽しい、久しぶりのサバ釣りや。釣り方そんなに変わらないですよね、いつも通りですよね。いつも通り、はい、サバはもう表層近く泳いでるんで、はい、今来たんやけど、あ、逃げた逃げた、逃げた、もう一広ぐらいまでを釣ってます。はい、うん、すごい、また来た、あ、泳ぐしたのかな。 今ちょっと餌がちょっと残ってたと思うんで、あ、中途だからよく曲がるという、はい、今はこれです、ちっちゃいです。今はこれです。うんうん、夕まずめとか朝まずめは35から40ぐらい出るんだって。あ、はい、頑張るよ。はい、はい、はい、ということでやってきました。はい、こちらドドンということで、フィッシュランド西木京店さんですね、やってきましたよ。はい、釣り券もある、来ました。はい、今日はこちらでね、池永さんの講習会あります、イベントあります。池永友人インストラクターです。どうぞ拍手をお手に入れください。じゃあお願いします。浮きをつける釣りなんですよ。浮きをつけた釣りが上物釣りで、底物釣りっていうのは重りをつけてるんですね。その当時の浮き釣りっていうのは、まあ、竿はまあ磯竿の5メーターとか 5.3 だったんだけど、頑張りましょう。はい、OK です。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ご協力ありがとうございました。はい、どうでしたか、池永さんの話。いや、最高です。ですか。最高です。あの、いつもそういう釣り方されてるんですか。そうですね。去年ぐらいから池永先生の動画とか見て、はい、勉強させてもらってます。おお、はい。釣れますか、船長法。ぼちぼちですね。ぼちぼち。はい。まあ、こっちでやったらホッケとかしかやらないんですけど。はい。これ、今までよりは釣れるようになった。なりましたね。なるほど、はい。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご参加ありがとうございました。あれ、どうでした池永さんの話。いや、すごく歴史も教えていただき、はい、なんか私池永先生の大ファンだっていうのもあって、はいはい、ただ15分ぐらいかかった。釣りのその船長法ってどうしてそうなったのかとかっていうのも聞けたので、うんうん、すごく勉強になったし、はい、とっても楽しい時間になりました。あ、ご来場ありがとうございました。はい、また船長法で頑張ってください。これからも毎日楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。遅くまでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがでしたか、皆さん、聴衆の皆さんとお話して。どこも同じ、はい、暑い。あ、すごいね。うん、やっぱり九州で講演会とかやってきたけども、はい、全然あの引けを取らない。お、やっぱり熱い心を持った人はたくさんいる、うんうん、頑張っていかないといけないですね、まだまだ。うん、ここなんかもっと頑張りたいね、うん、また来たいね、はい、あの
やっぱり昼間とかもう満席になってしまって、いろんなあのお客さんからの質問とかもあって、夕方はさすがにちょっと減ったけども、かなり、突っ込んだ話をしていただいて、こっちも嬉しかったです、はい、本当に、はい、じゃあ本当来ていただいた皆さんに感謝ですね。本当に感謝、函館の釣り人の皆さんに感謝、ここのフィッシュランドにも感謝、釣り人にも感謝、はい、ありがとうございました。明日あと1日ありますよ。あ、そうか明日は実況です。はい、よろしくお願いします。だからこのオキアミのエキスとかオキアミのあの何体の中の汁はこうやって潰して出していくっていう、そうすることで中魚剤と絡みやすくなって飛ぶようになるっていう。うわ、サバ。今日はサバがいます。ダメや。ダメですか。サバや。昨日いなかったですね。昨日いなかった。昨日いなかったからそこまで入れたら丸太が釣れて2本釣れて、スズキのちっちゃいやつも来たんやけど、今日は全部サバにやられて、今ボイルもサバにやられた、うん、サバが今沖の方におるんで、沖の方の餌取りを手前に全部連れてきます、はい、これが深瀬釣り5分ぐらいかかる。黒釣りトーナメントこれやらないで、餌取りめちゃくちゃいい。これを選んで手返しをバンバン回ると餌取りばっかりに取られて取れないんですよ。だから今はプロの場所は温存してる。やった取ったのやったよ。はいの、でかいね、今日2台。2台すごいよ、すごいやろ、うん、これ川で釣ったことしかない、はい、海でたまに丸太が釣れるんやけど、それと同じね、これね。あ、お願いしてあげます。はい。だから盛り上げるときは、こう盛り上げるんじゃなくて、ここにこう持って上げる。で、上げて、魚が落ちるときに絶対糸出してあげる。そうすると折れる。こっちの人ってすぐ横に入るから。漁でも何でもやってても。これっすよ、タレ。そうです、それタレです。これがあらしる。おー、米長さん、米長さん、クラブの方が地元のね、うん、作ってくださいました。すごい食うよ。そうなんよ、そうですね。ちゃんと池永市場の、キムチにしてくれたから。でも先生にはまだまだでしたね。まだまだです。まだでした。はい。出直します。辛いですよ、米長さん。辛いですよね、うん、あれ、まあそこそこ食べたら昨日の気持ちはすごいです。あ、甘いよ、うん、はい、じゃあ行きます。皆さん今日ね、池永さんのテストショー来ていただいてありがとうございました。はい、おかげさまで事故もなく無事ね、終了することができました。またねやりたいと思いますんで、皆さんぜひまた来てくださいね。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。よかったありがとうございました。はい、はい、ということで池永さん、はい、3日間ぐらい、そうですね、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご苦労さんでした。今回の北海道の旅いかがでした。いや面白かった。面白かった。で、サバにたくさん釣れた。サバに釣れた。あといろいろ釣れましたし、いろいろ釣れたし、仲間にも会えたし、はい、美味しいものも食べたし。そうだね。いや、もう本当感動しました。で、北海道のね、行きずり文化がもっとね、流行っていけばと思いました。もう、まあ、クラブ員たちが頑張ってくれてるし、で、釣り機店の店長さんなんかも、はい、頑張ってくれて、これから少しずつ広がっていくんじゃないかなと感じました。
はい、ということで本当これからの北海道の浮き釣りをね、あの釣り券応援していきますんで、池永さんと一緒にね、もちろん頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございました。池永さんは今から大分に帰ります。函館で行きます。で、私たちはまたフェリーと陸路で福岡に帰ります。はい、お土産もちゃんと持ってます。一緒にね、送りますよ。はい、池永さん、今日の昼過ぎに来ないと昼過ぎに置いてあるんで、はい、私たちは明後日の夜、福岡に帰ります。頑張ってます。頑張ります。結構ない、いろいろ頑張ってます。でも本当ありがとうございました。ありがとうございます。今日すぐ出発口でございます。はい、もうすぐ出ます。皆さん、ありがとうございました。ようやくですね。1週間ぶりに戻ってきました。舞鶴ですね、ここは。舞鶴です。はい。はい、松井さん。はい、お疲れ様です。帰ってきましたね。帰ってきましたね。今ちょうどメカリのサービスエリアだから、もうちょうど本州最後ですね。最南端、今から九州にやっと帰れるかなというところです。足掛け8日間かかりました。はい、もう少しでこの旅も終わりです。いや、長旅でしたね。長旅でしたね。でもね、今回やっぱり北海道の釣り人の皆さんと本当にあの熱い釣りができました。で、特にね、まあ、フィッシュランドさんのお店、そして、の皆様、そしてそれからチームゼロシーンね、池永名人のね、仲間の皆さんにもね、お力添えいただいて無事帰ってくることができました。本当に皆さん、今回の旅ありがとうございました。釣り券ではですね、これからも北海道の浮き深瀬釣り応援してまいります。またね、近々ね、北海道にまた行きたいと思いますんで、その時もぜひね、一人でも多くの皆さんで、ね、北海道で、釣り券の車、そしてね、私たちに会いに来てください。どうかこれからも株式会社釣り券、北海道の浮き釣り、よろしくお願いします。ということで、今回の旅まもなく終わりです。釣り券ムービーは今回これで終わりにしたいと思います。疲れた、でも楽しかった。ということで、北海道編これにて終わりです。ありがとうございました。